どうしよう今回の動画、実際にそのキノコで遊んでみていろいろ情報をまとめてまいりました。ちょっとね、今回その情報をね紹介していこうかなと思います。前回出した動画はあくまで事前情報で、これから出す動画は実際はこうだったよっていうね、まあ、答え合わせのような動画になります。それ早速やっていくんですけれども、秋葉原のあたり、まあ、銀座のあたりまでやってきたんですよ。その写真がこちらになります。もうね、都会の方だったらやれるかなって思ったんですけれども、これ銀座ですね。銀座はね、どのキノコもですけど、ほらこんな感じで全て埋まっておりました。だからね、結局諦めて地元に帰ってきましたね。で、地元に帰ってきた上でちょっと地元をね歩き回りましてね、でちょうど壊れたキノコがあったんですよ。ちょうど破壊されたキノコがあったから、そのキノコをねまたリポップ、また新たに生えてくるのを待って、で新たに生えてきたキノコを叩きました。今こんな感じで叩いてるキノコがあるんですけれども、今回のキノコどんな感じで変わったのかっていうのをちょっと紹介していこうかなと思います。まず一番最初に言いたいことは、やっぱね、事前情報通りキノコは破壊に相当時間がかかります。これ今叩いてる、まあ、小さな茶色いキノコで、このみんなの総仕事力ってのが出てるんですけど、3552ってね、これすごいのかどうかって話なんですけれども、ここにまあリワード一覧あってね、これみんなの総お仕事力1470あれば、まあ星4確定なんですよ。だからもうそれよりも飛び抜けた数字だからね、めちゃくちゃ僕らの編成はね強いはずなんですよ。みんなかなり強い編成組んで、あと1時間ですからね、破壊までに。なかなかきついぞこれ。さっきのはまだいいですよ。こっちは普通の茶色のキノコ、もう茶色のキノコしか残ってないんだよ本当に。これ普通の茶色のキノコになってます。みんなの総お仕事力3824、さっきよりも強い編成ですね。なのに関わらな、それなのにもかかわらず、破壊までに10時間かかります。これ普通のキノコでこれだから、大きなキノコとかだったら丸1日かかるとちょっと予想できちゃうんですよね。なかなかしんどいよこれ。で、ここなんかお仕事力の後ろが花火みたいなの上がってるんですけど、この青い花火みたいなのが上がっていたら星4確定です。だからここの、まあ、ここのね、ボーダーラインの数字、みんなの総仕事力が2940を超えていたら星4が取れるんですけど、この数字実は覚えておく必要全くなくて、では自分がピクミン選択をしている時に、ここのね、総お仕事力ですね。総お仕事力の背景が青く光り始めたら、あ、もう星4超えてるんだみたいな感じで、そんな感じでね、判断することができます。まあ、基本的には自分が組める最強の編成組んでおけばね、まあ問題はないんですけどね。それでここでちょっと一個言いたいことがありまして、キノコ壊しに、まあ、これだけ時間がかかるということは、手持ちのピクミンが相当減るということになってしまいます。キノコに向かわせるピクミン選びがとても重要になるとでも、じゃあ言っておきますか。下手したら1日以上帰ってこなくなるから、まあ、もしそこにね、今手元に置いて育成しておきたいピクミンとかが間違えてキノコに送ってしまったら、もうそれ大惨事なんですよ。だから、なるべくね、そう、ピクミンをね、キノコに持っていく際にはね、ちょっと編成をね、考えながらやると良いんじゃないかなと思います。キノコイコール、もうめちゃくちゃ時間のかかるお使いだと、もう僕はもうそういう風に解釈しております。あとね、もう丸1日とか半日帰ってこない関係上、花を咲かせておくメリット非常に大きいと思います。花を咲かせるとピクミンはね、ちょっと強くなるんですよ。まあ、ちょっと強くなるイコール、まあ、いつもよりもキノコを早く壊せるということでね、まあ、その分早く帰ってきやすくなるから、まあ、今まで以上にピクミンにね、花を咲かせる効果というのは強くなったのかなと思っております。それでこちらちょっと現地で撮ってきた、実際にキノコを叩いてきた動画のシミュレーションというか録画になるんですけれども、ここですね、まずストップ。ここ僕今ちょっとお任せボタンを押したんですよ。お任せボタンを押したらちゃんと先頭のピクミンが全て選ばれるように変わっておりました。これはあの修正が入りましたね。今まではちょっとお任せをしてもね、ピクミンがランダムで選ばれるというそういう不具合があったんですけれども、ちゃんと新しいキノコに変わってからお任せを押すと先頭のピクミンが全て選ばれるように仕様が変更されております。で、ここも注目ポイントです。ピクミンをキノコに向かわせる前に事前にエキスをあげることができるようになりました。ここで GO を押す前にここのエキスをタップしてください。エキスをタップするとこのような画面に変わります。まあ、こんな感じで、キノコに向かわせる前のピクミンに事前にね、まあ、エキスをあげることが、この機能は非常にありがたいですよね。で、これで全部のピクミンに花を咲かせ終わったら、あとは GO を押します。これからね、キノコをやるときはこんな感じで、ピクミンを選ぶ、エキスをあげる、GO を押す。そういった流れでやると良いかなと思います。
みんなの総仕事力1039だから、後ろがそんなにピカピカしてないの分かると思います。そんなに数字が、後ろの数字がね光ってない、そういった場合はまだこのランクが星4に届いてないんですよ。まあ流れとしてはまあこんな感じで、そうですね、まずピクミンを選ぶ、ピクミンを選んだ後にエキスあげる、でゴーを押す、まあそういった感じでこれからねピクミンをキノコに向かわせるのが良いんじゃないかなと思います。それでここからちょっと報酬の話していきますか。報酬に関してはまあ時間がかかる分だけ、まあこんな感じでまさに今渋滞状態ですよね。まあ人がね入ってきやすくなったともまあ取れるわけですよ。破壊に時間がかかるイコール人が入ってきやすくなったということだから、普通のキノコとかに関しては星音が取りやすくなりました。今までだったら普通の茶色のキノコで星音を取るのってまあ難しかった。なんでかっていうとすぐに壊れてしまうからなんですよ、キノコが。ただこれからキノコがすぐに壊れないから、その人が集まりやすくなってで、まあ、5人とかになって星音がね取りやすくなったということに。だからそのレベルアップ要件のキノコのお題で結構止まっている人って多いと思うんですけれども、まあ、そういうレベルアップ要件のキノコのお題で止まっているような方は結構この仕様はありがたいんじゃないかなと思います。まあ、その代わりですけど、星音が取りやすくなった代わりといってはなんですけれども、報酬が若干下方修正されております。これ今まで普通のキノコで星音を取るとスペシャルエキスもらえていたんですけれども、スペシャルエキスがなんと削除されてしまいました。フルーツ、大きいフルーツが3つに変わっております。まあ、こんな感じで報酬にもね若干の変更が入っております。ただね、僕が今話したのってあくまでね、まあ、人が集まること前提の話なんですよ。地方とかのね人が集まらない、本当に人が集まらないような場所だったら、相変わらず星4とかの高ランクはまあ難しいし、なおかつピクミンが帰ってくる時間がね相当遅くなるから、自分の周りでピクミンブルームやってない人にとっては結構、厳しいアップデートになったんじゃないかなと僕は思ってますね。ちなみにですけど、大きいキノコで星4を取るとスペシャルエキスが確定します。あ、なんかフリーズしちゃった。そう、このアップデートが起きてからやたらフリーズするようになりました。これはもう皆さんもう経験してるんじゃないかな。ん？なんかキノコチケット持ってない？なんかあれ、なんかチケットが1になってるんだけど、あれなんで？皆さんちょっとこれ、ここのお使い画面開いてキノコのとこちょっと確認してみてください。ここが1になってるんじゃないですか？え？なんで？買ってないのに。もしかしたらですけど、全員にこのキノコチケット1枚配布されてる可能性があります。でちょっと話それたんですけど、まあ、今回のキノコでその都会と地方はどうなったのかっていう話をさせていただきます。まあ、都会だとね、まあ、5人集まることは非常に簡単というかね、あっという間に5人集まるんですけれども、さっき話した通りキノコ破壊までに、まあ、かなり時間がかかってしまいます。その時間がかかってしまう関係上、キノコに入りたいのに入れない人がね結構続出しております。まさに僕もそのパターンを食らいまして、ちょっとね都会だとね逆にキノコやりづらいんじゃないかなということで、今回都会は見切りをつけて地元でキノコを探しました。で地方だと、まあ、キノコ自体はスムーズにね入れるかもしれないんですけれども、まあ、人が入ってこない分だけ討伐時間により時間がかかってしまいます。だからね、都会にも地方にもどっちにも今回のアップデートというかキノコの変更に関してはまあちょっと、デメリット部分が大きいのかなって気はします。そしたらキノコ破壊中のリアクションについてちょっとやっていこうかなと思います。これユーザーがねこんな感じでキノコを一緒に叩いてるユーザーが映ってはいるんですけれども、このユーザーさんをタップします。そうすると、まあ、こんな風にリアクションが送れるわけですよ。いろいろ表示されているわけですけれども、このリアクションを送りましょう。リアクション送ろうタップでいいのかな。ここにこんにちはとかありがとうとかおしゃれなミーだねとか素敵な隊列とか出てるんですけど、こんな感じのリアクション送りましょう。じゃあ今回はありがとうにしときますか。こんな感じで、あ、リアクションは1人につき1件しか送れない感じですね。カエルを押せば他のに変えられるのか、こんな感じで。でこのもらったリアクションに応じてキノコを破壊し終わった後に何らかしらの称号がもらえるらしいです。それも結構楽しみですよね。これはあのリアクションは全員に送ってください。キノコ参加している全員にね送ることで、こんな感じで参加している方全員に、まあ、何でもいいから送ってください。そうすることでねみんなにメリットがあります。あ、僕にも来てるリアクション、これがこのもらったリアクションというのがこれありますね。もう他のユーザーからいただいたものです、この2個は。あ、でもこれ嬉しいな。もらったリアクションこんな感じで表示されると結構やっぱ嬉しいもんですよ。
で、あとちょっと余談なんですけれども、この参加したキノコをキャンセルすることも実はできます。ここのやめるボタンを押すと、まあ、やめることができます、キノコをね。ただキノコを抜けてしまったら、その1回分のキノコ挑戦権を結局失ってしまうんですよ。だからそこだけ注意してください。まあ、ちょっと今回ね、挑んだキノコ破壊までに1時間かかってしまうということでね、ちょっとね、待とうかなと思います。まあ、1時間後にまた会いましょう。あー、なんかすっごいファンファーレが鳴ってますね。ちょうどキノコ叩き終わったんですけれども、ここにいろいろ出てますね。リザルトというか、総仕事力3552、タイムボーナスやっぱあるんですね。タイムボーナスが、まあ、どれだけキノコを早く壊したかっていうボーナスになるのかな。で、タイムボーナスが710追加されて、合計スコアが4262ということで、あ、なるほどね。これもしかしたらだけど、総お仕事力が星4ボーダーに届いていなくても、キノコを早く壊せればこのタイムボーナスが重なるから、星4のボーダーを超えてくる可能性があるということになりますね。お、これがいわゆる称号ですねこれ面白いな。僕の場合だったら気まぐれな仕事人らしいですよ。これどういう意味なんだろうただですよ皆さん、ただ2時間時間をかけてね、もらえたフルーツはたったの1個でございますよ、これ。マジかい。まあでもこれだけ2時間とかかかってしまうのは、まだね、我々のレベルが低いからなんですよ、おそらく。まあどういうことかというと、仲良し度が8まで引き上げられたのに、仲良し度4のピクミンを使ってるのはどういうことだということなんですね、おそらく。だからね、この今のキノコの基準っていうのは、仲良し度8まで上げた時に速攻で討伐できるみたいな、まあ、そんな感じのシステムになってるんじゃないかなと思います。なんかキノコが今までと違って非常にやり込み要素の強い、若干エンドコンテンツ的な、まあ、そういったコンテンツにちょっと変わったのかなと思いますけど、どうなんでしょうか。まあ、ただね、さっきも言った通り、都会だとね、速攻でキノコが埋まってキノコに入れないという事態になったり、地方だとね、キノコの破壊にいつまでも時間がかかって、なかなかね、そのピクミンが帰ってこなくて困るみたいな、やっぱそういう事態があるから、ここに関してはなんとか、うまく調整してもらいたいなと僕は感じております。よろしければね、皆さんの感想も聞かせていただけますと幸いです。それじゃあ今回この辺で以上とさせていただきます。ありがとうございました。